防水の仕組み、繊維の塊から繊維を引き出し、回転軸に巻き取る。その下に回転力をつける重りがあるつむは、糸を紡ぐための道具である。コマの回転力を利用して、繊維をねじって寄り合わせ、糸にするものである。長い木の棒の先端に回転力を強める重りとなる、円盤がついており、ちょうど、コマの軸が長く伸びたような形状であった。重りの円盤は、コマや、 積むとも呼ばれていた長い棒は糸を巻き取る回転軸であり、重りと反対側の先端には糸を引っ掛けるフックがついている。ボーリンのついているタイプの他にも、筒状の形で下の方が膨らんで折りをもりの役割を果たすものもある。S 型のよりと Z 型のより使い方はおおよそ以下の通りである。まず、繊維を引き出すための導き糸を下のボーリン部分に結び、 回転軸を這うように回しながら最上部のフックにかける。導き糸の先を羊毛や面など片手につかんだ繊維の塊に結ぶ。繊維を持つ手を上へ上げ、防水をゆっくり地面近くにぶら下げると繊維も引き出される。防水をぶら下げたままコマのように回転させる。導き糸はねじれてよりがかかり、 繊維も導き糸に巻き込まれて糸へと寄り込まれる。この時繊維の出方を両手で調整する。糸がひねれたら、一旦フックから外して、回転軸に巻き取る。再び糸をフックにかけ、繊維を持つ手は高く、防水は下に下げ、残りの繊維を引き出して寄る。この繰り返し、防水の回転方向によりよりの種類は変わる。時計回りに、 粒が回ると、Z 型のよりになり、半時計回りだと、S 型のよりとなる。ペルーのアヤクチョの市場でツムで糸を紡ぎながら、物を売る、女性道場、防水拡大防水が登場する前は、樹皮などを両手でこすって、より合わせたり、羊毛や綿などの繊維の塊から細い塊を引っ張り出して、指に巻き、擦り合わせてよりをかけたりして、糸を作っていたが、 コマの回転力を利用して繊維を回転させて寄り合わせるツムの登場によって糸作りは格段に簡単になった。防水やその破片は非常に古い時代の遺跡からも出土しており、防水を使って糸を紡ぐ場面は古代エジプトの母室の壁画にも描かれるなど人類の道具の中でも古い部類に入るものである。また防水は世界各地に見られ、 今でもアンデス地方などでは、人々が歩いたり話したりしながら絶えず、ツムを回して、糸を作っている光景が見られるほか、防水で酔った糸の風合いを好んで使う愛好家も、いる。防水の円盤状の駒部分は、各国各地方ごとに、様々な特徴的な装飾が凝らされている。13世紀までに、防水を横たえて、支えの上で回転するように改造し、 さらに大きな車輪とベルトとを組み合わせてより早く回転するように改良された。これが糸車である。18世紀中頃の産業革命以後、蒸気機関、モーターを利用した防石機へと発展していった。様々な積む新しいタイプの積むは、重りが高い位置にあるものと低い位置にあるものとがある。高い位置に重りがあるタイプでは、 1 5センチメートルから4 5センチメートルの長さの回転軸の上に近いところに重りがある。回転軸の頂上には糸作りのためのフックがあり、新しく紡がれた糸はおもりの下の回転軸に巻き取られる。低い位置に重りがあるタイプでは、重りは回転軸の最下部近くにある。新しく紡がれた糸はおもりの上の回転軸に巻き取られる。 回転軸の頂上にフックがある場合、糸は螺旋状に回転軸に巻き取られ、フックで止められる。もしフックがなければ、糸は重りの縁を越えて下へ巻かれ、回転軸の下場で引き上げられて、回転軸の上の方へ移動しながら巻かれて行き、上端でまた引き返し、防水が安定して糸を紡げるようこれを繰り返す。その他の粒のタイプには、サポートスピンドルと呼ばれる。 ぶら下げずに床などで支えて回転させるものもある。眠れる森の美女では、防水が話の中に出てくる。王女は、スピンドルで指を刺して死ぬという呪いをかけられるが、これは、糸車のこととも防水のこととも解釈される。ありがとうございます。